かしまわりチャンネル。はじめましての方も、二度目まして以上の方も、おつまわり、かしまわりでございます。さあ、本日ですね、本日はこちらでございます。サポーターズ12マスク、こちらの商品レビューでございます。まあね、ちょっと前回は販売のフローの方ですね、どういったら買えるのっていうところをお話しさせていただきましたけれども、今回は商品の紹介ということでございます。はい。で、実際こちらが商品でございます。はい。手元に届いているこちらが商品でございます。もうね、実際ね、貸し回りこちらつけさせていただいて、丸く広告塔として、少し宣伝もさせてもらったりとかもしてますけれども、今日はね、そちらのつけてみた感想などをお伝えしていこうというふうに思っております。商品のね、魅力が伝わればいいなと思っております。それではやっていきます。よろしくお願いします。ではね、早速つけていきたいと思います。まずじゃあ赤色の方からいきますか。赤色こんな感じですね。まあ、ユニフォームを着て、これをすると、どうですか？なんかね、戦う集団にいそうな感じ。なんかやっぱりこう赤の戦士っていう感じがすごい出ますよね。そして今こう喋ってるんですけど、だいたい普通のマスクとかってこうやって喋ってると、ここに息のところがね、やっぱこう溜まってきちゃって息苦しくなったりするんですけど、もうこれ全然大丈夫です。これ喋りながら全然いけますくらいにはもう濡れないし、すごくつけ心地も良い感じですね。で、またこれがね、ここが、このステッチのところ、紺色のステッチのところだけど、ゴムなってんですね。ここも。で、このゴムになっていることによって、ここのフィット感が実現されているよということと、もう一つここ、調整弁がついていますんで、この調整弁ね。この調整弁で自分の耳に合わせられますよっていうことで、頭が痛くならないんですね。耳が痛くならないので。まあ、貸し回りで見てわかるように耳クソちっちゃいので。だから、これに合うマスクってなかなかなかったりとか、結構グラッて引っ張られてしんどかったりとかするんで、非常にこれありがたい機能ですね。で、やっぱりもう本当に息がしやすい。ここまでずっと喋ってますけど、例えばこうやって、ってやらなくてもいいじゃないですか。これがまずすごくいいことと、あとここの肌触りもいいんですけど、これ表面が白衣だとか、そういう介護士さんとかが使っているような素材を使っているため、ここに制菌機能というのがついてます。菌を制御するですね。基本的には菌っていうのはマスクはもうつくもんだよと、だから外してこう袋に入れて捨ててくださいねとかっていうのが基本っていうのがマスクの基本中の基本ですけど、これ布マスクで洗えますし、そういったところでさらにここにその菌がこうついてもスッってこうなるようにできているし、そういう生地素材っていうのを使っている表面、そしてその内側にあるのが、またこの蒸れないようにしてその水分っていうのをこちら側に出していくっていう生地が入っているということでございます。実際ね、この生地がどういうものなのか一回試してみたいと思います。見てください。さあ、こちら使っていくのはこの布なんですけど、これがね、要するにマスクの内側に入っているものでございます。これを一旦濡らしていきます。はい、では濡らしてまいりました。わかるかな、ちょっとさっきは違うんだけど、これが表裏こうやってやると片方がひんやりしていて、こっちがひんやりしていて、こっちがひんやりしないので、おそらくこっちのひんやりしている方が向こう側で、こっちのひんやりしてない方が肌側、要するにこの口側の内側ですね、のその生地だと思ってください。そしてこの新聞にこれを挟んでいきますよと。でこうやってうわーでやるとどうなるかっていうと、よいしょ、こういうことですよね。わかりますか？要するにこっち側だけは濡れていて、こっち側は濡れてないっていう状況になります。要するに内側の肌側に来ている部分っていうのは基本的にその水分を向こう側に出しているので濡れないんですね。だからこれ要するに夏は濡れないし、冬はここに溜まっている水分が冷たくなって寒くなるんで、それもなくなるということで、これが暖かいんですね。だから夏も使える冬も使えるっていうマスクになってきます。
なのでこれ非常にねサポーターの皆様は助かるんじゃないのかなというふうに思いますね。まあ、これからどうなっていくのかわからないですけど、声は出してもいいけどマスクは必ずしてねみたいな、そういう状況になった時っていうのはこちらつけていただいて声を出していくっていうのもありなのではないかなというふうに思いますね。もうずーっとこれシャツけて喋ってても、まあさっきちょっと話したけどね、もう全然喋ってられます。息もしやすいですし、全然本当にここにこもらないので全然いけます。で、これまたちょっと一つの指標になるかどうなのかわかんないんですけど、実は先日のね18日のサッカーの試合、スタジアムのサッカーの試合見に行きました。で、あの日は雨も降っているし、ノームだしということで、湿度 90%、スタジアムの発表で湿度は 90% ありました。それをこれ、マスクしたままずっと座って観戦してたわけなんですけれども、全然苦しくなかった。湿度 90% の中でも全然大丈夫だった。というのが、今のこちらの私の一番のもう使い勝手が良かったっていう事象ですね。もう全然使いやすかったです。ありがとうございます。なので、あとはこういった見た目に合わせていくとかっていうことになっていくかなというふうに思いますんでね、もう一色の方のこちらのグレーの方ですけれども、例えばこれね、今赤いのに来ますけど、まあこんな感じ、まあそんなに目立つような感じではないですよね。じゃあ実際これアウェーのユニフォーム着てみましょう。はい、ではそれではアウェーで合わせてみました。まあちょっとね、真っ白というわけではないので、少し色合いは違ってくるかもしれないですけれども、肌がね、綺麗に見えるような色合いになっていたりだとか、この赤いステッチのところがね、また少しアクセントになっていたりとかってして、やっぱこうアウェイで合わせてきても綺麗な感じになりますよね。うん、肌もやっぱりこうちょっとしっかり肌の色を見せてくれるというか、女性にもこの辺は嬉しいのではないでしょうか。で、女性にも嬉しいという意味では、この内側の先ほどのね、水分のところもそうですけど、化粧落ちがしにくいんですね。それが一つまた特徴になってくるのではないかと思います。それではこのタウンユースに使えそうなこっち側の色で、ちょっとお仕事の格好してみますね。はい、ではお仕事、スーツのお仕事の方、こんな感じですね。スーツのお仕事の時に合わせてみました。いかがでしょうか？透明だとね、そんなにエンブレムが目立ったりだとかするわけではないので、このぐらいですかになるとね、ようやくね見えてくるかなって感じですけども、やっぱりタウンユースいけるんじゃないのかっていう色合いでございますね。こっちのアウェイの感じで言えばね、例えばまあ今日グレーのに合わせてみましたけど、やっぱ白とグレーとっていうと、これ結構ね合ってくる色合いになってくるんじゃないかと思いますんでね、ぜひともねタウンユースで使いたいとかっていう方はこっちも購入してみると面白いのかもしれません。はい、というわけでユニフォームの方にもこちらのマスク合わせてみました。いかがでしょうか？まあ、そこまでね違和感なくつけていられると思いますし、やっぱりこうゴール裏をね少しでも赤くしたいっていう風な思いがある場合は、やっぱりこっちにするとね、赤い選手感みたいなのがね出てきますよね。いいと思います。ぜひねこちらつけていただいて観戦していただければいいと思いますし、お家でねサッカー見る際、もしお友達が来る際とかそういうことでもいいと思いますし、お出かけの際とかでもいいと思いますし、気分はね間違いなく高めてくれるマスクになると思います。またこれね洗濯なんですけど、まあ布なのでね洗濯して繰り返し使えるよということですけれども、だいたい50回ですね、50回ぐらいは使えるということでございます。ですので、まあ、お値段の方なんですけれども、気になるお値段の方なんですけれども、1500円プラス税金、1500円プラス税金ですよ皆さん、ということでね、はい、まあ、なので単純計算で1回あたり30円、約30円ぐらいというのが目処でございますかね。なのでぜひとも高いなと思うかもしれないんですけど、繰り返し洗って使えるっていうところと機能性のところ考えてもらえると、むしろ逆にリーズナブルなんじゃないのかっていうような値段設定になってるかと思われます。ぜひともね皆様そちらの方で購入を検討してみてください。では気になる購入方法ですけれども、こちら詳しくは
サポーターズ12で検索してください。ツイッターアカウントもね、サポーターズ12のツイッターアカウントなどもございます。そちらの方でもつぶやいておりますし、あとはおかみ書店さんの方でね、店頭販売が26日より行われるということもございますので、おかみ書店さんの方でもね、調べていただければ出てくるかと思います。 URL の方ね、貼っておきますので、ぜひともそちらの方からご覧ください。またサポーターズ12のサイトの方で、こちらのマスク売り切れでも順次追加販売ということになっておりますので、まあ、焦らずね、転売の方とかで買ったりとかもしないで、焦らずにぜひ次の次回のね、情報など仕入れていただいて、次回の購入の時に買っていただければいいかなと思います。だいたい1ヶ月半ぐらいはね、毎日使っていても持つよっていう商品になっていくと思いますので、ぜひとも皆様そちらの方でよろしくお願いいたします。いい、しかしね、やっぱりこう喋ってても全然使っていられるマスクでございます。もしかすると今後本当にサポーター必見というか、もう必需品になってくるかもしれないマスクなのでね、ぜひとも皆様購入してみてはいかがでしょうか。それでは本日の動画はこちらで終わりです。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回、おつまわり。